はい、ハロハロフィットネスチャンネル村田嵐です。これから号外セッションやっていきたいんですけど、ちょっと僕がやった後ちょっと音にねやってほしくて、開閉スタイルで胸ぐらいあるじゃないですか。いやいや、これ頭ぐらい、デミマンめっちゃでかいから、ほんとよ、でかいから、頭以上あるわ。ちょっとこの中で音に入ってほしいんやけど、いつもはですね水中でさ GoPro で後ろから撮ってさごまかしてるじゃないですか。ごまかしてはないけどね、うまいか下手か分からん状態で撮ってる。いや、うまいけどね。かぶせんといて。そこはかぶせないかんとこで。なので今日はですね、こちらのほとんどカメラで、音もこの頭以上ある波で陸撮りさせてもらおうかな。これはねもう水中じゃないからごまかし効かんから、リアル陸撮り嫌いなんだよね。リアルを映していきたいなと思いまして、今日はね RNR の510いいじゃないですか。最近マジでさ音うまいからさ、僕もなんか見習おうかなと思ってる状態。あー、うまいよ、はっきり言って。じゃあやるか。テールスライドとかテール抜く感じとかすごいじゃないですか。あのミックハニングのテール抜くやつ見たい。見たい。おー、いいね。やってくれる。あー、じゃあやろうかな。急に嫌だとか。でもサイズがでかいから本当はこれ音によりじゃないんだけど、まあ、もうちょっと海水浴場の方行きたいけど、ね、自分の解説も含めながら音の肉取りもやっていこうかなと。いや、とりあえずどこで乗ると一番いいか見せてよ。そうですね、ちょっとまずその前に自分やってきます。あ、ちょっと技術屋さんがさ、これバッテリー新品にありがとうございます。はい、技術屋さんにちょっとサーフィン関連後でレッスンするから、そこも撮ってくれる秘密のこと教えるから。教えちゃう、教えちゃう。本当はまだちょっと早いんだけど、技術屋さんには。そうっすね。でもバッテリー変えてくれとるから。そうやな。じゃあ行きますか。行ってきます。行きましょう。どうですか、調子は。うまく変わっとる。あのね、これがちょっと腐っちゃってるんで、はい、山が無理なんで、とりあえず仮締めして部品頼みます。あ、なるほど。とりあえずは止めてね。それ途中で取れると怖いからね、うん、で、この押さえるやつは部品頼みます。なるほど。腐っちゃってるんで。いや、このトラックね、もうこいで 2,3 週間乗っとるけど絶好調で、都会も行ってますよ。どこでも行けるよね、エアコンあるし、ね、いい感じですね。じゃあ後でちょっとお礼にレッスンしますから。はい、お願いします。結構やっぱりね、連休の今日は真ん中なのかな、駐車場満タンですよ。うわ、波はね結構でかいの来ますよ。ボヨーンとした感じなんだけど、トップが崩れるから簡単ではないですね。なかなか走りにくい、人も多いからね。アウトに出たかな。結構人いて、どこのねポジションを取るのかな。右からのがいいんだけど、たるそうで、左の方が形がいいんだけど、波数が少ない。どこを狙うかですよね。いけた、たでかいの立ったよ。おいおい、横行っとる、横。おぉ、来てんじゃん。うん、うわ、すげえ。おぉ、わ、すごい。あれは初だわ。 やばいね、やったわ。ワンタン入れて、しっかり入った。2発入りましたね。あ、行きましたね。ワンタンをカーブ入れて、ここで速い痛みだけど、ここでヒット多いんじゃないですか。まだいけるぞ、レフト方面。あ、よかったと思います、1本目ね。おっ、おっと、まっすぐ。ああ、おっと、行ったぞ、ライト方面。ワンタン、おっと、今のターン結構力入ってカーブして、お、いいんじゃないですか。2発入りましたよ、よかったと思いますね。行きました、ライト面ちょっと小ぶりな波だけど、おっと、いや、決めろよ、決まった、よかったんじゃないですか。ああいうね、ちょっと小ぶりのね、アクション場所がない場合は、ああいうエアなんか持っていくといいですよね。行ったら立つよね。お、すごい、お、あー、クルリンパ、お、クルリンパメイク、ダブルクルリンパ。さんの息子さんのゆうせい君と一緒にサーフィンしてきたんですけど、もう去年やったらこの波沖なんか出れんかったよ。はい、沖なんかさ出る気配もなく、インサイドでやっとったのに、今日なんかね、まさかのね、2週間ぶりなのに1本目から鬼のロングライドかましとったよ。えぐいっすね。どうでした。最高すぎましたね。いやら、肩頭ぐらいの波の横に走ったよ。俺初めて見た、正直。気持ちよかった。落ちてきました。え、あのでかいの初やろ、横に。はい、すごかった。で、正直ドルフィンができないぐらいのレベルで、あのセット乗れるんだね。ドルフィンはもうね、捨ててますよね。はい、見たいとこ捨て
ね、ドルフィンと波待ちを捨てて、もうそういうのやってないよ。やってない。ちょっと待って、波待ちできるの？なのに窃盗乗れるの？そういうのやってないから。あ、そういうのやってない。興味ない。乗れたら OK やろ。ドルフィンも波待ちもできんでもいいんだ。そういうのなしで。あ、で、でも窃盗乗っちゃう。はい。すげえな。あの1本目は何週間、2週間ぶりにして、あの1本目は。ちょっと僕もね、沖から見とったけど、しびれたよ。しかも、ダウンザラインでハイラインから下にシャーって気持ちよかったやろ。やばいっす。もう忘れれんことない、あれ。忘れないっすね。俺あれ間違えてビデオ撮っちゃったもん。お父さんに普通だって108万だけど6万8000に負けといた。セールっす、ね、セール。写真付き 90%99% オフぐらい。あれ欲しいよな、ビデオ。めっちゃ欲しい。写真もお父さんに言わんと6万8000で。あれも彼女に見せつけるやろ。はい、もうバチバチに行きましたよ。なあ、あれはいつもこのぐらいやっとるで初めてだけどずっと言うよな。はい、このぐらいのレベルだって。手加減したっけ。うん。調子悪かったの。そう。今日調子悪かったやろ。調子悪かったっすね。すごかった。波は小さかったの。はい、全然足んなかったっすけど。本当は遊べん波で入りたなかったけど、いやいや入ってよかったじゃん。はい。本当はタイトーのあのフラットでやりてえって言っとったもん。俺と一緒だもん。いやでも、マジでなんていうの、毎回一緒に接触するたびにこう成長すごくて、なんかマジすげえなって。いやマジ参った。さすがね、あの陸上部やなって感じやろ。そう、すごかったわ。ちょっといい接触できたんだけど、僕はどうでした？いやまあまあ、バックサイドとあと1個エア決まってよかったと思うし、ただちょっと波が後半もうなんかボヨンボヨンになっちゃったやろ。もうそこで俺の出番って嫌だなと思いながら見とった。じゃあということで、お父さんに今からバトン出すってやってもらうか。なんで俺が行くときいつもこうやって変な波になるの？じゃあ行ってきてください。うわぁ、飯塚さんも行くんですか？18秒ぐらい入るんじゃん。じゃあ親子で交代しましょう。そういうこと、行きましょう。じゃあ、はい、お疲れした。はい、ハローハロー。ハローハロー。交代でね、嵐の次はこのさっきのお父さん。お父さん、はいね、はい。でさっき映像にあると思うけど、今日バッテリーを交換してもらったの。俺でね、今日一つレッスン教えようと思って問い合わせで280件ぐらい問い合わせ昨日習いたいって。で断ってんすよ。その中の選ばれた。で今日は何のお礼を返すんですか？真夏でこのサンダルを忘れた時、どうやって砂浜を熱いとこを越えるか、うん、熱があるから。音うまいっすもんね。そう、 CBD 飲めばいけるから、そのやり方、これみんな断ってんすよ本当に。でもさ、これ芸術屋さんからお願いされてましたっけ？はい、俺から教えようかって言った。これさ、ちょっとさ、日が暮れてきたけど、これめっちゃ暑いじゃん、普段。うん。これまず見本見せるわ。うん、それ一遍真似して、はい。やる前に注入しないと、CBD。うん。なんか、ベロの下に行ってきたらしい。10秒、待つ。ここで、もぐ、もぐもぐってやった瞬間、ちょっと膝曲げる。ここポイント。曲げる。ちょっと、はいはい、で、行くよ。こう見るね。見るね。もぐもぐやった瞬間、膝をちょっと曲げて、目を開いて、見た瞬間、注入、注入、ね、注入。あ、俺ね。はい、で、もう一遍一通り覚えた、これ。もぐもぐやって、ちょっと膝曲げて。それでは沈んじゃう。あ、ちょ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 。いやあれではな、味方がさ、垂らした後ね。そうそう、垂らした。あと膝曲げて、膝曲げて目から見る。目湘南の本当に暑い時でやろうよ。途中で、いやまあ確かに転んだらね、やけどするからね。じゃあほんでまだ肝心な。ってことで、お父さん久々に陸取りってことで、はい、行ってきてください。おお、行くよ。お父ん行け、立て。よっしゃ、ナイス。1本目、おお、まとめから、おーい、やばい今の。どうすか、まこっちゃん今の。やばい今。え、よかったよ今の。イエーイ、1本目からかましてきた。
え、まだ良くなかったですか。過去1レベルじゃない。マジでボトム入って冗談抜けてボトムでトップね。いや、今の3機はちょっと無理っすね。今のは 1.2。 今の、いやマジで高得点来ましたね。いやで、NSA やったらもう今のは 0.85 って感じでね。いやでもマジで冗談抜きで1本目からかましてくれて最高でしたね。もう行くか、これはいけんか。さあ波追いかけてますよ。これ結構ね、日曜日ってことで人も多いんですけど、音も結構いい感じに、お、いけるか。いやこれもね、ちょっと人も多めで、しかもこれここね、バックウォッシュが入ってしまってるんですよね。久々にね、陸取りであの1本決めてくれたから、だいぶ渋かったっすね。こんな感じでね、もう周りに何人もおる感じで、ここの左ね、これ正面、真ん中に技術屋さんもいるんですけど、さあ、音を置き向かって、しっかり集中してますね。さあ、次2本目はどんな波を掴んでくるのか。こんな感じで波は小さいんですけど、ミドルからもいい形が割れてるんですよね。自分もさっき入ってた時、形いいやつ何本か乗れたって感じで、人の数もすごいな。本当やったらね、日曜日の浴衣ってもう空いてくるんですけど、やっぱ明日も休みかな、連休ってことで、すごい人も増えてますね。さあ、お父さんはどんな感じで行ってくれるのか。さあ、行くか、これ。お、パドル早い。誰？ピーコーク、早っ。パドル早かったっすね、今。ナイス。しかも軽くワンターン、ちょいワンターン。そしてここまで繋いで、いつも多分ここまで繋いでくるんやけど、ここまで来るとね、置き戻るのめんどくさいんですよね。さあ、最後、あっと、ここで終了。いやでも今のパドル早かったな。多分板もね、板でいいと思うんやけど、パドルも本当なんか、パドルが上手くなるって変ですけど、パドルがめちゃめちゃ上手くなっとると思いますね。サーボードもこれ RNR ですね。510の何リッターやったっけな、 33.25 リッターぐらいやったんですけど、十分これお気に入りですけど、音もかなり調子良さそうです。ちょっとほとんどね、ゲッティングアウト軽く取っていきたいんですけど、これ510で 33.25 リッターあるんですけど、どんな感じで沖に向かってドルフィンをしていくかっていうところをちょっと取っていきたいんですけど、ちょっとね、結構沖までね、結構ロングライドしてしまったから道のりが長いんですけど、こんな感じでかなり長いんですけど、ちょっとやったい。お、テイクオフ。あー、ここはどういくか。おっと、これ音いくんじゃない。ゴーゴーゴー。あ、ちょっとたるいか。お疲れ様でした。いや結構楽しめたよ。いや結構乗ってましたね。乗った2本半ぐらいですか。違うよ、5本乗ったよ。え、1本目取った。何でしたっけ。え、マジ1本目一番良かったもんな。そう、ターンですよね。ワンターンだけど、5度目からトップ。うん、あれまこちゃんが過去一って言ってましたよ。え、結構人よりアウトの波をこれ立てるんだよ。ちょっとあのワンターン正直ビビりましたよ。あれ良かったでしょ。5度目からトップに行こうとしてましたよね。違う、行こうとして行っとる。行って本当はもっとフィンアウトできたけど、あれ2ターン目狙ったから、わざとこうさ、ちょっと嵐君に合わしちゃったんだよね。だいぶ合わせとって。そう、あれ試合だったらもう一発目から抜くんだけど、あれわざと。じゃあ2ターン目狙っとったから、そうしたらもうフェースがなかった。あとすんげえいい波乗ったけど、外国人さんおったから、もうゴーってこう心の言う通りで行ってもらって、後ろついとった感じで、後ろ振り向いたから行かしてくれるのかって、まだ行ったからオッケーってグってこう、やっぱ心が広いとモテるよね。自分で言ったらダメか。ダメこれ。モテん。
突っ込んでくれて今めっちゃ辛いんだけど。いいじゃないですか。マジで調子良さそうやったっす。無害地に誰よりも結構アウトでこれ立っとったよ。いやマジでなんか立てる。よかったよ。いいよ。しかも結構パドル速かったし。いやめっちゃこの板ね、RNR の510、ドルフィンができる板の中で一番抵抗が速いと思う。まあでもただちょっと乗れんやつは、まあ、体はまだ揺れてましたね。そうだね。乗れんやつは。あれちょっとポジションとね割れ方がね行くかなと思うやつが行けんかった。あと本当はラスト1本一番奥から行きたかったんだけどやっぱり。わざと。いや3人ぐらいいたから。うん。よくないじゃんそれは。今日一のセット狙ってた。狙って帰ろうと思ったけどやめて、でも最後はまあまあのやつ乗って、怖いから噛んだんじゃない。何を言ったんですか。まあそれはないけどちょっと会話して、まあでもあそこはいつものポジションの人がおるからあんまり行くもんじゃない。いやでも普通に頭ぐらいあるからさ、頭無理かなと思ったら余裕で乗ってましたよね。余裕っていうか結構パドルしながら片っぽんで鼻くぼじっとチャンしながら、うん、片手でこうチョーンってこうやってで絞ってこうギュンギュンギュンってパーンって、ああフェースねえねえケーってどうぞって途中でこう思いっきりこがんのキュークル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 ってやりながら適当に適当に、うん、別にな。あれは波いけんだよ。テイクオフできずにパドル遅かったやつはどういう感じ。あれポテンシャルが良くないから、こういう動力得意なやつでこうやってやって、わざとわざと。もういいや、あれは本当はグッていったらいけたんだけど時間の無駄みたいな。いやいやいや、あんな6000以上出ないポテンシャルが良くない。いい波はもう本気出したやつはその割に一声でパドルしてましたよね。揺れとった、だいぶ揺れとった。だけどセットは確実に乗っとったじゃん。あーよかったな、もうクリクリってやりながらまあいい感じで、いやいい回というか決めてましたよ。いやもうでもね、もうしゃあないこの波は。あの手前でやったら2ターンいけたかもしれんけど、やっぱりいや手前なんかより沖からさかましてほしかったよ。そうでしょ。結構でも俺人よりアウトからやっとったよ。いやよかったですよ、うん、いい感じで。いやマジ大人の割には波つかんでましたよね。割にはってやめてよあれでもだいぶ乗りすぎたらあかんと思って帰ってあこれ乗れるなと思ったけど、わざと口笛吹いとるとあいかんなって思うから、わざとこういうスネ夫みたいな顔してなってないんすけど鳴らし方忘れたやっておると、あ、行かない、どうぞっていう感じで余裕だよね。余裕あるっすね。そう、本当は200本ぐらい行けたよ。やっぱ違いますね。違う、余裕もういいかな、シャワーそうそう、辛い結構頑張ったもん。そうっすね。いや、結構割れんよ、これ。リュウジャーさんどうっすか。リュウジャーさんは俺教えて、リュウジャーさんちょっと来て、今日さ、はい、初心者だから暑くない時でやったけど、今度真っ昼間の湘南やるからね、結構長いよ。湘南？これサーフィンの話じゃないんや。あ、湘南サーフィンやるな。すごい。陸行くまでがまだ練習だもん。なんかシャワー浴びて帰ってきたらしい。そう。だって今日この調子行くと3分持たんちゃった。寒いとか。疲れて。だからここまではやりたいでしょ？コブラね。コブラは覚えた方がいい。湘南の場合長いから 2コブラいるんだよ。2コブラ1コブラでいけん。バーってこう小刻みに行ってこういてコブラやって握ってコブラやってコブラやりながら先頭の場所見ろと。これ一石二鳥なんだよ。こうでここでこう膝やってぐーっと立ち上がってから、あーそれもちょっと今度教えるわ。湘南だ。湘南やっぱ湘南から始めるとサーフィンの聖地だ。なんか疲れてないですか。疲れたね。何CBD の練習が疲れたの。シャワー、いや今ね上がってきたら実は入ってないでシャワーのところにいてシャワーを浴びて今戻ってきたんだろって言われた。だからシャワーのとこでさっきから42分おるの結構難しい。結構大変やん。こうやってシャワー浴びとったから練習して。練習フラミンゴじゃねえんだからよ。シャワーで練習されてもさ、シャワーで時間稼ぎも大変ですよね。シャワーで時間稼ぎする人初めて見た。たまに嵐の友達でプロサーファーになってやってさ、お父さんに行ってこいって言われて行きたないからシャワーで髪の毛だけ濡らして帰るやつおったけど。え、それそれやったふりして担当してよ。まあ、心配しんでも今度湘南で担当してるから暑いじゃん。心配しちゃうあれやるともうサンダルなくても行けるようになるから。心配した。まあ、サーフィンはその後。いや、まあまあ入ったけどね、去年もね。濡れてないよね。いやいやいや濡れてなかったです。ところどころ今拭いてるから。ところどころウェットの中は乾いてます。シャワーで 前しか濡れてない。いいこと言ってんだよ、ほんと頼むね。まあでもそんな感じいい回だったということでね、はい、よかったっす。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。